今日はね、ここの畑来てるんだけども、まあ、青森随選挙って言ってみんなでやってる、まあ、ある市民団体なんだ、青森市の市民団体、ここで自然農法をみんなでやって、ここに子供たちとか呼んで、こういうさ自然な中で、あと池とかもあるんだけども、こういう自然な畑とかに触れてもらって、まあ、そういう教育っていうかの一助になればっていうことでやってる畑なんだけども、ここね、まあ前も動画にしてるんだけども、穴開けたりした動画、水はけよくする動画でここをやったところなんだけれども、ここね、それ以外にももみ殻を入れました。ちょっとあっちの方に移すけれどもね、俺の軽トラあるじゃんね、あれと他の人の軽トラを使って、もみ殻をあれで十数台、ここの畑に入れました。ちょっと眩しいんでこっち移すけどね、ここの畑に入れました。十何台、ほんと12、3台かなぐらい入れました、もみ殻を。でそれがどうなったかっていうことを今日お話ししたいんだけれども、まあ、結論から言うとすんげー水はけよくなりました。まあ、穴よりももみ殻を入れて、耕す、これがすんごい効いたなっていう感じです。まあ、相当な量入れたからね。で相当な量を入れた上で、耕運機、まあ、こうやって押して歩く耕運機ってやつと、この畑の持ち主の方が持ってるトラクターを借りてきて、トラクターってのは乗ってやる耕すやつね、耕運機では持って歩くやつ、まあ、あと管理機ってのもあるんだけども、まあ、その違いはまた別にお話しするんだけども、その機械を使ってしっかり混ぜ込んで一冬置いて、今年になったら本当に土がね乾く、前はもうぐっちゃぐちゃで、全然ねクワを入れてもゴロゴロした塊になってて、畝立てるのもはっきり言ってすごく難しかったけれども、クワ入れるともうサラサラサラってなって、扱いやすい。そしてこう歩いても足の裏で分かるぐらい柔らかくなってるのね。こんなに違うんだなって、もみ殻ってすげえなって、もし本当に排水性が悪くて頭悩ませてる方がいたら、もみ殻が手に入るんであればもみ殻どんどん入れた方が俺はいいと思う。入れすぎても問題だから、もみ殻と、あんだもみ殻プラス米ぬか入れたんだ。なんでかって、それなんでかっていうと、もみ殻はね炭素が多いから、炭素が多すぎると、それを分解するときに地中の窒素を、分解に使うために奪って、窒素菌とか起きるかもしれないっていうことで、起きないかもしれないし、かなりの量入れたから心配して米ぬかも撒いたのね。米ぬか窒素多いから、その窒素も入れて、その窒素で分解させて、で土に戻りやすくしてあげてっていう感じでやったのね。まあ、この辺調べてほしいのは CN 比で堆肥作りっていうのを調べてもらえればわかるんだけどもね、まあ、これもお話そのうちすると思うんで、今回はこうどう変わったかってことをねお話ししたかったのね。で水はけを狙ったんだけれども、それと違う、なんだろう、いい効果っていうか嬉しいことがあったのね。それがねみんな驚いて、この問題に対してすんごい悩んですんごい苦労してたのを、そのもみ殻を入れたことで一気に解決してしまったのね。それが何かっていうことをこれからお見せしますね、説明します。でその問題になってたものってのが草なんだよね。この草なんていう草なのかわからないんだけどもね、ちょっと口回んね、さ取れなかった、これかな、多分葉っぱの感じを見るにアブラナ系の草なのね。これがね大根っぽいような、そういう感じがするからアブラナ系、あ、そう、あの大根につく黒い虫なんだっけな、あれ、あ、名前出てこね黒い虫ね、大根によくつくやつ、あっちに大根あるからちょっと見てみようか、探してみようか、あ、いたこいつ、あー、ちっちゃいけど、こいつね、名前、あ、丸くなった、あ、コロッといった、こいつね、名前ちょっと後で調べてテロップで入れときますけれども、こいつがね、いっぱいついてたんでアブラナ科だろうなと判断しました。で、こいつにその虫がいっぱいついたから、大根にもいっぱいついて、去年までね、あの全く育たなかったの、大根が。でも今年結構ね、ちゃんと育ってるんだよ、食べられてない、食害少ない、ほら、この草がね
すごい反応して、これこの草を取るのにほぼ毎日時間使ってたんだけども、米ぬかを、米ぬかじゃねえ、もみ殻を巻いたら劇的に減ったのね。全然ないのよ。見てもらってもあるにはあるのよ、一応ね、あるにはあるのさ、ね、これとかもねあるにはあるんだけど、もう日じゃないぐらい減った。あの去年までと比べるとこの草が減ったのね。なんで減ったのかはちょっと分かりません、申し訳ない、それは分からないんだけどもね、減ったおかげで、あのさっきの黒い虫の害虫減りました。 あっちにもいた。ここにねいた、まあ、放っておくけど、うん、それがすごい助かる。草取りの手間も減ったし、害虫の反応も減ってくれたんで、すごくありがたい、びっくりした。まあこっちちょっと増えてるな、虫な、こっち草多いな、多いんだけども生えてる草が違う種類が、うん、大根もそこな食害もないし、まあこういうちょっとした、俺ら白座とか呼んでるけども正しい名前わかんないけど、とかあの滑り比喩とか、これもよくわかんないけどよく生えるけども、まあ、これ特に問題出ないかな、うん、さっきみたいな繁茂した草は生えてないです。で、あの草ね、何がさ問題なのかっつうとね、この草ね、この草根っことか茎とか、まあ、トラクターで耕すとズタズタになるじゃない、根っことか、そのズタズタになるとその一個一個からまた新しい根っこができて伸ばして、一つ一つがね、ちぎれたものを一つ一つが新しい株になってしまって、それで繁茂してしまってたのね、うん、だから対処できなかったの。それがね、どうすればいいんだろうって、こういう風に取って一つ一つ畑の外、向こうの林に投げたりとかしたのね。それでも減らなくて減らなくてね、わあもうダメかなこれってさ、うん、マルチガンガン使うしかないかなって思ってたんだけども、もう身柄巻いたら消えました。すんごい助かった、本当にこれいなくなったから、うん、っていうようなことがあったんですよ。これね、多分土が変わったってことでしょうね、もみ殻を巻いたことによって、ね、今さっきお見せしたあの草、待って、ね、さっきお見せしたこの草ね、本当にさ、耕した後に畑見た、根を起こした時が耕して、俺が耕してここね、で起こした時にこの一個一個ブツブツブツっとこういう風に切れたやつから新しいこの葉っぱが出てきててさ、ね、それを見た時に、あーこれやべえやつだって、悪なすびとか毒ダミとかもそういう性質持ってるんだけども、ブツブツって切れたら、そのこれが10個こうやって切れたらその分株が増えるわけね、うん、でそれはすんごい対処が難しいやっべえ草なのね。それがここでもみ殻を巻いたことによって消えたっていうのが今年っていうか、まあ、去年から今年にかけてのすごい発見だったのね。だからそういうふうにね、土を作る、まあ、有機物を入れて炭素と窒素のバランスっていうのは気をつけなきゃダメだけど、草を入れる、堆肥を入れる、基本的に草でいいんだけども、それによってここまで劇的に変わるっていうのは本当に俺初めての経験だった。まあ、本当ね、いやもうすげえ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 とかそんなことばっかりだけども、まあ、すげえ興奮してるんだけども、今回こういうことによってだけども、だからみんなさんにもやはりどんどん草入れてほしいなと。でやっぱおすすめなのはやっぱり炭素率そこそこ高めのススキ、もみ殻、あとは落ち葉とかその辺やっぱ違う、うん、草もいいんだけど柔らかい草、まあそのちょっとやるとさ、この辺の柔らかい草はあまり炭素少ないんで、そんなに俺は効果が上がったっていう印象はなかったです。だからやっぱりその硬いやつ、なかなか分解しないやつっていうものを入れる、まあ、木とかも出てくるんだけど、木はちょっとね、分解の過程が違うんでやめた方がいいんだけども、落ち葉ともみ殻と、ススキ系、ああいうもの、カヤとかね、ああいうものがすごいやっぱりいい。ここに来て7年8年畑青森でやってたけども、うん、やっぱ違うので、
まあ、何が言うと、そういう報告ね、今回の動画は。でもし何を畑に入れるかって困ってたら、まあ、もみ殻が手に入るならもみ殻って、落ち葉集めれるなら落ち葉って、まあ、集めるの大変なんだけどね、軽トラとかないときついかもしれない。普通の車でもあのポリバケツとかこういうでかい漬物だとかに入れてちょこ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 と、持ってくるとかしなきゃダメだけども、やっぱ違います。うん、でなるべく生で入れてほしい。で一冬ぐらいはそこで置いとく。夏とか春先に突き込んでしまうと、さっきちょろっと喋った窒素飢餓とかで悪影響、あの土の中でガスが起きて生育障害とかなることも考えられるんで、やっぱ冬に巻いて突き込んでおく。できるならもっと手間だけども米ぬか、婚姻精米所回って持ってくるとか、そういうのをやって、見ることをすごくお勧めします。今回本当にこの畑の環境は劇的に変わりました。虫も変わった、草も変わった、ね、草が変わる、虫が変わるってことは土が変わってるってことの証左なんで、証拠なんで、ものすごい変わった、劇的に変わった、本当に。だからもみ殻などを使うことをお勧めしますという動画でした。